こちらは大沢健二さんの、まずは昨日のツイッターからで、昨日も来てたジェロム・レバンナさんが今日もハーツに来たので集合写真をとにかくでかいというもので、このことについて大沢健二さん自身の格闘技通通信の中で話してくれておりまして、バンナは2日連続でうちに来た、なんでうちに来たかその理由は言えないが、うちに所属してて結構雷神のファイターとかをアテンドしたりしている、過去自身でもディープに出ていたザックっていうフランス人がいて、いろんな選手を連れてきたりする中で、そいつパリ出身で、ザックの実家とバンナの実家が近いらしく、昔からの友達らしくてさ。でも今回はザックが連れてきたわけじゃなくて、バンナが日本に来るにあたって知り合いのザックを頼って、その流れでハーツに来たと。そしてここで大沢健二さん、皆さんは後に、ああそうなんだ、えなんだとなるんですよ。あ、バンナさんもって感じにと言っておりましたので、これはシリル・アビディに続きバンナさんもってことで、ブレイキングダウン出場なんじゃないかなと私は感じましたね。ジムで体動かしていたと言っていたので、なのでピーター・アースさんのように解説とかジャッジではなくて出場なのかなと。ピーター・アーツがオランダからすっごい強そうででかいメンバー、ブレイキングダウンの対抗戦のために連れてきているっぽいので、それに対抗して日本代表メンバーとして出るとか。大沢健二さんは安保くんはアビディとはやれていたけど、バンナは無理なんじゃないかなと言っていたので、なのでバンナと組まれるってことじゃないのかな。でもめっちゃいい人で、大沢健二さんの友達とバンナの奥さんと仲がいいという話もしておりました。あ、そうか、それかもしかしてアーツオランダチーム対バンナフランスチームの対抗戦が始まるとか。日本チームはどこ行ったでもあのオランダチームの体格、日本チームじゃ無理だしね。まあいずれにせよどっかで絡んでくるんじゃないかなと踏んでます。もちろん大沢健二さんがブレイキングダウンの解説などもやっていることも考慮してね。続きまして、こちらは昨日配信された Unext 公式よりのスーパーライジン2の直前特番、司会は佐々木うるか選手と河村夏樹さん、ゲストに川尻達也さんに水垣拓也さんに藤めぐさんにチャーリー柏木さん、チャーリー柏木さんはこの配信を今まで見たことはありませんと、正直これは信用できますね。まずベラトール側のマゴマゴ選手 vs サバテーロ選手、コレシコフ選手 vs ラーキン選手の追加2カードについてはベラトール側からの提案によるものだったと。そしてここでチャーリー柏木さん、うっかり口を滑らせたのか、アーチュレッタはまだベラトールの契約選手と言っておりました。このまだが気になりますね。すでに一説では PFL にベラトールは売却されたとも言われておりますし、でも大沢健二さんは格闘技2通信の中でそういうのは2点3点するから正式発表出るまで何が本当かわからないとも言っておりました。それともアーチレッタ選手まさかの雷神移籍とか。でもここで雷神チャンピオンにアーチレッタ選手がなれば、それを手土産にマネル・ケープ選手とかイリー・プロハースカ選手みたいに UFC 入りなんてこともね。そして新龍誠選手 VS 堀口恭司選手で、川尻達也さんは今の堀口選手は打撃より寝技の方が強いぐらい、今回はがっつり抑え込んで勝負すると思うと。水垣さんはパラメーターを作ってくれまして、堀口選手のメンタルをマックス5のところを4とつけておりました。あのメンタルお化けの堀口選手に対してみんなが驚いていると、今回の試合の状況を考えると新龍誠選手がイケイケでイケて、堀口選手の方がプレッシャーが一般的にはあるのでと。しかし勝敗は堀口選手が仕掛けて仕掛けて、殴って殴って削って力尽きた時に3ラウンドパウンドアウトかなと。そして AJ マッキー選手 VS パトリッキーピットブル選手は、水垣さん、AJ マッキーは階級上げてからスタミナに難があるものの、 AJ マッキーの2ラウンド1本勝ちと。そしてここでチャーリー柏木さん、実は10年ぐらい前に AJ マッキーのお父さんの日本でも試合をして戦っていたアントニオマッキーに、俺の息子すっごい強いから契約するかと言われ、でもチャーリーさんはなわけないじゃんと言ってしまい、今とっても後悔していると言っておりました。まあでもこれはね、当時の日本の格闘技界の状況もありますし、預言者じゃなきゃ無理な話、そういうレベルなのかもしれないので、でも逃がした魚は大きいですね。
絵が超下手な頃の進撃の巨人の伊佐山はじめ先生がジャンプに持ち込み来たけど断ってたとかね、高橋留美子先生も最初はジャンプに持ち込んでいたけど後に大作家になってるみたいな。でもこれは本当にね、わかんないことだよね。まあ AJ マッキー選手が未来モンスターね、出てくれてたらわかりやすかったんですけど、あれ出てないんじゃさすがにちょっとわかんなくてもしょうがないかなと。チャーリー柏木さんはほぼ判定勝利のお前の息子がなわけねえだろと思ってしまってました、すいませんでしたと。はい。そしてパトリッキー・ピットブル選手はこれまでタイトルマッチを6回やってて、 AJ マッキー選手は2回だけなので、その経験の差ももしかしたら反映するかもしれませんと言っておりました。で、今回はここまで、後編に続くでした。この配信ね、意外と結構おっと思えるところが多く聞けて、前回のライジン北海道大会の前の時は武田浩二選手が出演してて、久保優太選手がデビューする前のインタビューでは、それはね、久保優太選手のことを打撃はみんな強いとか言うじゃないですか。でもあの太田忍選手戦から随分もう経ってるし、実はということで、 MMA の打撃になったら久保選手ほんとびっくりするぐらい弱くてって言ってて、あの時久保優太選手の方がオッズ高かったんですよね。もちろん試合前にはそりゃ言えないことですけど、そのびっくりするぐらいの弱さというワードが結構衝撃的でしたね。続きましてこちら、金原正則選手のスーパーライジン2についてという動画でして、まず朝倉海選手の怪我については、海持ってねえなー、でも怪我はしょうがないが、自分は試合前に知らない人と怪我対策で練習はしないようにしていると。そして若い子たちはいつチャンスが来てもいいようにコンディションをしっかり整えておいた方がいいですよとアドバイス。これはどのジャンルでも全てそうですね。チャンスは非常に少ないですから、そこでものにできるかどうかと。そして朝倉未来選手 VS キャラモフ選手がタイトルマッチに変更になったことについては、鈴木千尋選手はおかしいというニュアンスで語っておりましたが、金原選手は誰も文句はないが、クレベルはベルトを剥奪されはしたが、あの勝ち方だったので次回にタイトルマッチでもよかった、制裁がきつく感じたと。そして榊原社長が、クレベルは次他に誰かと一戦挟ませて、その次に朝倉未来 VS ケラモフの勝者とタイトルマッチと言っていて、その一戦挟むに金原選手を望む声が多いんですが、俺にはまだ何も話は来てないと言っておりました。ただクレベルとのオファーが来たら断る理由はないとも言っておりました。おーらしいですよ。ただ金原選手、実際他に決まりかけてた試合があって2点3点したが、でも近々決まりそうと言っておりました。金原選手、前回の山本空選手の時は自分の力と見合ってないのでずっとイライラしてたんですけど、でも今回はさっぱりした表情に見えたので、多分納得できる相手と決まったんじゃないかなと私は推察しましたね。だから多分強い選手なんじゃないかなと。そしてピットブル兄弟をイサミで見たとツイートしておりましたが、インスタグラムだったかな、それは新宿イサミだったようです。そしてここで金原選手から名言が、みんながあーだこうだ言うまでが格闘技だからねと。はい、本当にそうですね。そこまで含めてお楽しみですから。だからもっと言うと、平本蓮選手が朝倉未来選手に訴えられるまでが格闘技ですから。はい。でもあれはね、朝倉未来選手無法裁判の CM のためと言っておりましたね。よかったよかった。そして金原選手、29日にメンバーシップ限定で言える範囲で、そしてみんなが口が固いのを信用して YouTube ライブしますのでということなので、ぜひそちらの方もですね、期待していいんじゃないでしょうか。あと当チャンネルもたまに見ていただいてるそうで、ありがとうございます。続きましてこちらはライジンガールチャンネルよりで、私たちの推しの選手発表しますというもので、なぜか保護犬カフェからの配信でライジンガールピンク担当ひなのさんとサワチョが登場。階級ごとにということで、まずフライ級、ひなのさんは妹の彼氏でもあるゆうきくんこと伊藤祐樹選手、沢町は堀口恭司選手、そしてプラスアルファでひなのさんは北方大地選手のいつもんとしてるような顔が面白くて好きだそうです。じゃあもっとねんとしてる梅野源氏選手もぜひ押してあげてほしいところですね。あの人混みの中にいるのは生き別れた妹みたいなんですからね。他には何だろう、あと出先で、あれもしかして俺冷えピタしちゃったままで出てきちゃったのんですからね。はい。そしてバンタム級、サワチョの中のプリンスは
井上直樹選手、関哲也選手のセコンドについてで、ライジンガールもみんなかっこいいと言っていたと。まあかっこいいよね、強いし。そしてひなのさんのバンタム級は、ここはひなのさんの彼氏とも言われている金太郎選手の名前が出るかどうかがやっぱり注目ポイントだと思うんですが、というところでサワチョも何かを察しているのか、必要以上に騒ぎ立てることもなく急にうんうんと聞き役モードに入っちゃいまして、ひなのさんは金太郎選手ですと、大阪同じだしめっちゃ応援してますと言って、サワチョと二人顔を見合わせてあはははは、と、はい、こういうのなんて言うんですか、まだ何も確定してるわけではないんですけど、しらじらしいっていうのかな。あ、そうか、そういうこと、それか、北方大地選手推してたのも金太郎選手の先輩だから。憎いね、この。そしてフェザー級はひなのさん、朝倉未来選手に平本蓮選手に萩原恭平選手と、やはりイケメン好きといったところなんでしょうか。ライジンを見るきっかけになったのも朝倉未来選手と言っておりましたね。サワチョはドミネーター選手とケラモフ選手で、ビジュ推しだとビジュアルで推してる選手ですね、萩原恭平選手だそうで。いやいや、ドミネーター選手ね、別にここに入れてあげていいと思うんですが、さらにライジンガールの中で萩原選手はめっちゃいい匂いすると話題になってたらしいです。サワチョはまだ嗅いだことがないので、会場で探して横を通ろうとしたりしていたらしいです。はい、女学生みたいなノリで面白いですね。朝倉未来選手にでもよると、ノッコン寺田さんもいい匂いすると言っていたので、ぜひそちらの方も嗅いであげてください。そしてひなのさんは、そっちの匂いじゃなくて平本蓮選手とは同じ匂いがするとも言っておりました。でもそれはもうみんな知ってた。そしてライト級はサワチョはサトシソウザ選手一択、天使、格闘技とか家族と、愛がすごいからと。そしてひなのさんのライト級の発表はなしでしたね。ここから女性選手で、サワチョは浜崎愛香選手とレイナ選手、ひなのさんはパクシウ選手ということでした。はい、でコメント欄にですね、動画を見ないでコメントだけ見て済ましちゃう人用にだと思うんですが、クロングレイシー推しは意外でしたとありました。騙そうとするんじゃないっていうね、ありがとうその人、貴重な人生の時間をそれに使ってくれて。続きましてこちらはプラティマさんになりますね。今回はキングハンターマソーニー選手とのコラボで、キンタマーニ彼女募集のお知らせというタイトル。はい、動画冒頭、その前にですね、私はセレブレティのケンちゃんと仲良しになりましたとありましたが、これは元キックボクシング4冠王の須藤信光さん、スドッチョのご子息のケンちゃんのことかな。そして肝心の話はそのままです。彼女いないので、ブラジル人に興味ある人いましたらということでした。はい、これでさらっと以上なんですが、プラティマさんは名前からして多分インド系だと思うんですけど、今もう人口トップの14億人の中できっと最も日本の格闘技界に詳しいインド人でしょうね。キンタマーニを使いこなしてましたからね。続きましてこちらは昨日行われたワンフライデーファイツメイン、怪物くんのベルウッドジム所属、フライ級4位の内藤大輝選手、6勝2敗、タケル選手と同じ階級で、俺は4年前からやっていて、タケル選手に横入りされたくないし勝つ自信もあると。セコンドには怪物くんと元ワンのファイターでもある関根シュレック秀樹選手。対戦相手は地元タイの若手。格下でもあるデッドゥアンレック選手。今回はムエタイルールになります。1ラウンドローの蹴り合い、ミドルの蹴り合い、打てば返すの攻防で、中間距離で激しくやり取りあるものの、クリーンヒットはなく、1ラウンドの鐘。2ラウンド、1ラウンドの探り合いからさらに距離が近くなり、緊張感も増す。内藤選手はカーフを何発も入れる。後半明らかに効いてくる。2ラウンドの鐘。3ラウンド、内藤選手しっかり見て攻撃。ヒットはほとんどなく、蹴り足キャッチしてのカーフにパンチ。デッドアンレック選手の方はミドル連発攻撃。ここで終了で、判定はですね、いやマジで、なんとなんとなんと嘘でしょ、3対0でデッドアンレック選手の勝利となりました。怖い。なぜあのミドルを有効だと取ったのかという憶測が流れておりましたが、でもこれがね、日本の判定は地元びいき、那須川天心はロッタに負けていたと言っていた茶取代表の団体のワンでしょうか。内藤選手お疲れ様でした。続きましてこちらは昨日行われた最高ファイトではなくて、その管轄外の明日のジョーという大会だったようです。メインだけ行きましょう。現在5ヶ月間連続で試合を組まれるという
マイク・タイソン・ロードの途中でもある田島光郎選手、対戦相手は韓国ヘビー級チャンピオンキム・ジョンス選手。ここまで4勝 3KO1 敗、20歳の現役大学生ボクサー。試合はゆっくりした進みで、5ラウンドに田島選手がローブロー、キム選手が日本語で痛いよと叫ぶ場面も。日本のアニメとか好きみたいなので、そういうところで言葉を覚えたのかもしれません。試合はそのまま特に見せ場なく8ラウンド終わり、亀田光輝ファウンダーもプロである以上見せる試合をしないとねと、判定は 3-0 で田島光郎選手の勝利でした。マイクは次は20日後に試合を備えているので、今回怪我をしないように戦いました。 SNS の時代、自分の発言が人を傷つけてないか考えてみてよということでした。続きましてこちら、ピットブルーブラザーズジム所属のフェルナンド選手のおとといですね、22時50分からのインスタライブの模様となります。おととい、インスタに買い物として車屋さんにいるところが上がったんですが、パトリシオ・ピットブル選手、なんと日本で車買ったようです。BMW を。ブラジルに車送るらしいです。そして、ピットブル兄弟2人とも、日本に住むとかは特に考えていない。今日はオフだった。パトリシオ・ピットブル選手は車6台持っている。ジャガーもある。でももっと欲しい。今日はイタリア料理を食べに行った。フェルナンド選手は入れ墨いっぱい入っているが、全然昔から悪かったとかそういうのではない。ただロックが好きなので入れた。格闘家の筋トレは必要と思う。パフォーマンスアップのトレーニング。平本蓮は恭平戦の時に初めて見た。恭平がボコボコにしたけどな。パトリシオは UFC 行きたいと思ったことはあるんちゃうかな。毎日11時に寝て8時に起きている。そしてパトリシオ・ピットブル選手は剣道が好きらしく、みんなに誰が今一番強いかというのを聞いておりました。フェルナンド選手、恭平、東京におると聞いたので会いたい。パトリシオ選手、昔結構柔道をやっていた。ピットブル兄弟ともにオリベイラと仲がいい。ブラジルで同じ会場で同じ日に試合したこともある。パトリッキー選手の体重は今76キロ。ミクル君、パトリシオと一緒に練習して、パトリシオと試合しなくていいように逃げたとかそういうのはない。ただみんなで練習しようってなっただけ。フェルナンド選手は大阪だとブローズジムかスモーカージム、基本この2つで練習をしている。ナイトコーヒーほぼ毎日飲んでいる。パトリシオは平本蓮知らないので、多分外で会ってもわからない。そしてパトリシオのベラトールとの契約まだ 1,2 年あると思う。クレベルとパトリシオやったら次絶対 KO します。フェルナンド選手は19、20歳ぐらいの時に日本に来た。日本は好きだが嫌なところありますか？には仕事が多いとかな。ブラジルは土日が休み。お金だけじゃなくメンタルや体を大切にしないと長生きできない。それくらいかなと。そしてパトリシオ・ピットブル選手がもしボルカノフスキーと戦うならどうしますか？にパトリシオ・ピットブル選手に直接聞いてくれまして、ボルカノフスキーは俺と距離感動きが似てるが、ボルカノは KO の力をあまり持ってないから自分からどんどん前に出て判定じゃなくて KO で勝ちに行くと。はい、こんなこともね知れるとは大変ありがたかったです。そして好きなサッカー選手はロナウド。そしてこの間ボルカノフスキー選手に負けたヤイル・ロドリゲスに勝てますか？にパトリシオ・ピットブル選手は強くて危ないがスタミナがあんまないし絶対に負けない、勝負にならないぐらい弱いとやる。そしてボルカノフスキーは簡単にはいかないだろうとも言っておりました。そしてブラジルではグレイシーとノゲイラ、有名なのはダントツグレイシー。ここは有名じゃなくて尊敬されているのはだったかな。そして孫孫とサバテーロは孫孫が勝つと思う。サバテーロは早いだけで。パトリシオ・ピットブル選手は井上尚弥選手知らないが、パトリッキー選手は知っていて好きと。大谷翔平はピットブル兄弟とフェルナンド選手も知らないと。スーパーライジン2、そうやな、みんな勝ったらミクル君とかとその後お祝いしようかな。そして平本蓮選手は UFC チャンピオンになれますか？にフェルナンド選手が即答で、なれないですね。なれるわけない。ライジンチャンピオンはわからないが難しいと思う。ピットブル兄弟のお父さんの仕事は警察官。
兄弟でおしゃべりなのはパトリッキー選手の方。パトリシオが覚えた日本語は、はじめまして、お願いします、ごめんなさい、こんばんは、背負い投げ、大外刈り、あと1から30までを言える。 AJ マッキー選手とボルカノフスキー選手で強いのはどっちに。パトリシオはあまり予想しないんで、結果だけしか見ないんで。ミクル君が次どうやってクレベルに勝つかは内緒。ということは一緒に作戦練ったり練習してるんでしょうね。サトシは組む前も組んでからもパワー、スピードがあってうまい。クレベルは組みに行くまでは強くないが、組んでからのうまさと仕掛けがうまい。フェルナンド選手はサツマイモを大好き。自分の周りでステロイドを使ってる人は今までもいてない。ブラジルで人気料理は肉とバーベキュー。ピットブル兄弟は日本人とエッチしてない。日本では他の国よりよく声をかけられる。 AJ マッキーはどこでも決める。変な技が多い。パトリシオはミクル君とは今の状態では試合はしない。朝倉ミクル選手 VS 牛久潤太郎選手の試合は、牛久君何してんのと思った引き込みについてですね。ライジンの現役パウンド4パウンドはサトシ、その次にクレベル、ミクル。現在 UFC フェザー級ランキング5位だっけ6位だっけ、トップリア VS ボルカノは、ここはパトリシオ・ピットブル選手、ボルカノが勝つと思うと。でさらに続けて、パトリシオ・ピットブル選手、俺はリーチと背が低いのになぜ強いかっていうのは、それは俺がピットブルだからさと。かっこいいですね。よく聞かれるのかな。でもその後にパトリシオ・ピットブル選手、日本にはそんなに大きい人いないから、俺のことをそんなにちっちゃいちっちゃいとか言わないでくれよと。お茶目な可愛い場面。そしてここでフェルナンド選手、お、強兵見に来てるやん、コラボしようかなと。でピットブル兄弟は別に、平本蓮嫌ってない、人の悪口言うからそれに反対してるだけ。強兵は真面目、今はなかなかコラボの申請来ないけど、女の子と一緒にいるとかそういうわけじゃないと思う。フェルナンド選手はスモーカージム所属と。ここで萩原強兵選手とのコラボ来た。萩原強兵選手はでも仕込みで紙にパトリシオかかってこいよと書いて、自分は映らなくてその紙だけ映しておりました。でここですぐにパッと終わっていってしまって、どうやらこれ萩原恭平選手じゃなくて偽物らしかったです。はい。でもちゃんとこのように紙で仕込みもできていたので、コメント欄では結構好意的に受け取られておりました。というところで終了です。そしてこちらは K1 の中村匠海プロデューサーが先日をもってプロデューサーの職を退任したという発表をもって、自身でその後、先ほど発表があった通り本日の両国大会をもって K1 プロデューサーを退任させていただくことになりました。2018年12月から約4年半、僕のやりたい K1 を思う存分やらせていただきました。皆さん本当にありがとうございます。また後ほどご挨拶させてくださいと。でたくさんの K1 の選手や関係者らからありがとうございました、お疲れ様でしたの声がある中、なんとジョリー君がブレイキングダウンのこれを引用リツイートして、ブレイキングダウンにおいでよ、運営やらないか、溝口さんに話してあげようかとツイートしてしまいました。梅野源氏選手、これをさらに引用リツイートして、 K1 プロデューサーと K1 選手たち、その熱い引用リツイートの間に入るのはダメ、自分だけが炎上するのなら問題なし、ただ関係のない人を巻き込んでの炎上は得策とは言えない。目に見える札束やフォロワーも大切。でも目に見えない人間関係はもっと大切。格闘技頑張れ、握手の絵文字、炎の絵文字と。そして久保優太選手の弟の久保健二さんは、この梅野源氏選手の投稿を引用リツイートして、ジョリーが格闘技の世界に片足突っ込んでいる以上、この冒涜に値する度が超えた炎上商法のやり方はまずいなと思っていたけど、丁寧に優しくかつビシッと学ばせる男梅さんはさすがだなと思いましたと。ジョリー君の方も梅野源氏選手の投稿を引用リツイートして、源氏ごめんな、俺は良かると思って言ったんだよ、茶化してるように見えたならごめん、でも俺たちはいつか対戦することになるんだから、これ以上絡んでこないでくれと。これはジョリー君、何かとりあえず返さないと体裁が保てないのでやってるだけで、声もカスカスに見えますね。そしてですね、朝久太陽選手はツイッターに自分でつけた名前に人を振り分けて、そしてそれをやると表示されるようで、ジョリー君に対して朝久太陽さんがあなたをリストクズに追加しましたと表示されております。
他にもクラッシュ元チャンピオン篠原優斗選手がマジで気悪い空気読めよとツイートして、ジョリー君それを言い寄りツイートしてお前誰と返しております。はい、でもこれで分かったのは、今まで梅野源氏選手みたいにちゃんと周りで言ってくれる人がいなかったということだと思うんですよね。このジョリー君の感じちゃんと伝わってて、ここではこう言ってるけど次は同じことはねやらないと思うので、他に炎上はさせると思いますが、これが教育かと思いましたね。ジョリー君ここは本当に学ばせてもらいましたね。梅の校長でもあるということで、いつか銅像を立つ日を楽しみにしております。続きましてこちらはパンクラスチャンピオン UFC 契約も見えてきている鶴谷玲選手、昨日行ってきますということで、その後飛行機の中からインスタライブやってくれて、どうやらタイプーケットに行くようです。以前も行っていたタイガームエタイジムでしょうか。おととい同門のソヤタカキ選手もタイに行きましたが、合流するのか。そして機内がめっちゃ寒いと言ってたんですが、それは航空会社により差もあると思いますが、基本結露などで機械が故障しないようにとの工夫なので、夏でも飛行機乗るときは厚着を持って行った方がいいと思います。それとなんとですね、鶴谷玲選手がツイッターのアカウント名ですね、鶴谷玲の玲を前面に押し出し生かしてシュガーレイに変更しておりました。しかもすべて横文字で、オリンピック金メダリストにして5階級制覇チャンピオンのシュガーレイ・レナードからでしょうか。これは海外の人たちにも覚えてもらいやすいいいアイデアですね。そしてタイに行っている日本人選手たちにこれは朗報なのかどうなのか、こんなツイートを発見いたしました。これは一人旅会社員さんといって世界中回ってる方らしいんですが、タイに行ったらぜひケンタッキーフライドチキンに行ってもらいたい、私的にタイ KFC は世界一うまいとすら思ってまして、日本の KFC との圧倒的な違いは衣、サクサクでパリッパリな衣ととってもジューシーな肉を頬張ると口の中はもうユートピア、あとエッグタルトも引くほど美味しいからぜひお試しあれと、日本と味が違うようですね。なので機会がありましたらぜひ。そしてこちらはパッキャオ選手、ライジンでのエキシの前にこちらが正式発表、タイでパッキャオ選手とブアカーオ選手が揃って登場、対戦すると記者会見が開かれました。70キロ契約のボクシングルール、インターバル2分の6ラウンドで、こちらは来年2024年の1月に行われるそうです。ライジンの発表はいつになるのか。そしてこちらは明日発売のゴンカクさんでの対談で、格闘界の2大爽やか、2大可愛い選手が対談。それは平達郎選手と吉成なだか選手になります。これは明らかにゴンカクさん狙ってますね。平達郎選手はゴング格闘技にて吉成選手と対談させていただきました、よろしくお願いしますと。吉成なだか選手は本日とある取材で平達郎選手とお話をさせていただきました。同年代で世界で活躍している平選手の心構えなどを聞いて、自分もより気合が入りました、お会いすることができて本当に良かったです、ありがとうございましたと。二人とも普通のことしか言ってないんですが、でも逆にそれがいいみたいなね。これはもう明日発売のゴンカクさんは卵クラブ、ひよこクラブなんじゃないでしょうか。ちょっとよく意味わかりませんが、ぜひお手に取ってみてください。そしてこちらはファイターの方たちってこんなに辛い練習をしているんだというものになるんですが、ライズのシロー選手ですね、388段の階段を10往復と。嘘でしょ、本当にこんなにやんのっていう感じなんですが、でもこれはもうね、しっかりグルコサミン飲んで膝のケア必須ですね。そしてこちらは朝倉未来選手、美容に力を入れますということで、すねの脱毛をしたようで現在ツルツルです。グスタボ選手は彼女ができたようで、ツーショット写真をインスタにアップしまくっております。かなりラブラブみたいです。そしてプロレスラーの棚橋さん、カニを食べたら前歯が取れたそうです。そしてこちらは堀翼選手のところのデブマネ、人形剥製買取専門店を新潟長岡に出店いたしましたが、その名前がなんと天心堂となっております。はい、きっと格闘技好きなのでゆかりはあると思うんですが、詳細は分かっておりません。そして実は堀翼選手のメインスポンサーを務めていたのもデブマネーだったようです。新潟長岡、お近くの方はぜひ。はい、というわけで本日は以上となります。皆さん、この世のミステリー系の話って信じてますでしょうか。私はそういうのを信じた方が
マロンですね。はい。マロンがあるし、栗ですね。なので、なるべくずっと信じようとはしてきました。でも、スカイフィッシュがただのハエと判明してからは、もう信じるのやめました。でも、昨日、こんな記事を見ました。これは中国福建省の山の中腹に位置するディン・ウーリン村には、まだ未解決の謎が存在していて、驚くべきことに、この村では少なくとも100年前から蚊が存在していないそうです。で、これが蚊がいそうな水辺や雑木林などにも一匹もいないそうで、村の人たちはこれ、ヒキガエルの神様の一応はおかげと考えているようで、村の近くにはヒキガエルの形をした石があるそうで、画像が載ってますけど、まあ、見えるには見えます。こういうのってそんな感じじゃないですか。カエルは蚊をね、もちろん食べるということで、神通力のお話ですね。でも村の人たちも本当は科学的に解明してほしいと思っているが、専門家による調査は今のところまだ行われていないので、わからないとこの記事では締めくくられております。で、終わりなんですが、やっぱさ、オチがないってクソですね。この尻切れトンボ感。なので、蚊はいなかったけど、トンボはいたということでしょうか。これ喋っててね、落ちないのにどうすんのと思っていたら、まあ若干ラストトンボに救われたというお話でもありますね。もうクタクタやわいわ。高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにして、また聞いてね。ポーポーポポー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 。